山田亮は、日本の医学者。久留米大学先端癌治療研究センター所長、教授。バイオベンチャー、ブライトパスバイオの設立者で、同社初代代表取締役。改正中学校、高等学校を経て、1980年、北里大学薬学部薬学科卒業。1986年九州、大学大学院博士課程修了、医学博士。 同年久留米大学医学部免疫学講座助手。1995年久留米大学医学部免疫学講座講師。1999年久留米大学医学部免疫学講座助教授。1987年カンザス大学留学。1988年ハーバード大学ダナファーバー、癌研究所留学。2003年久留米大学先端癌、治療研究センター教授。 同年グリーンペプタイド設立、同社代表取締役就任。2004年グリーンペプタイド取締役。2009年久留米大学先端がん、治療研究センター所長。2013年久留米大学先端がん、治療研究センターが、ん、ワクチン分子部門部門長。2016年久留米大学先端がん、治療研究センター所長。がんワクチンの研究。 開発を進め、2017年には、久留米大学のがん治療、研究拠点プロジェクトが、私立大学研究ブランディング事業に選出された。2019年、北里大学同窓会福岡県支部会長、ありがとうございます。